林聖子三3月16日隊は、日本の飲食店経営者。文壇バー、不問のマダム。洋画家の林静しは父。東京、笹塚に生まれ、ダザイおさむの小説、メリークリスマスのモデルとなる。生前のダザイおさむに会ったことがある数少ない、証言者である。聖子が、ダザイおさむと初めて会ったのは、昭和16年の夏、公円寺。戦後、 新潮社、地区間処防勤務、舞台芸術学院、劇団聖杯所属を経て、1961年、新宿に風門を開店。2018年6月28日閉店。閉店した風門の所在地は、東京都新宿区新宿5丁目。父は洋、洋画家の林静江。洋画家の林静江の娘として生まれた。静江は、大正10年に、パリに旅立ち、 文化人がたむろするモンパルナスの一角に住み、刺激的な日々を送っていた。そして、大正12年の夏、イボンヌと出会い、夫人の肖像を描く。その女性と恋に落ち、聖子にとってのイボ帝、ジョルジュが1929年に生まれるが、その子を置いて、日本に帰国する。しばらくは、一家三人で、小石川武人島町に住むが、聖子の母、 秋田富子年から1948年12月23日が排出順に侵されて入院したため、1931年、伊豆の鋭浦に移り住む。その後、転々とした後、静江は朝鮮にスケッチ旅行に行こうと向かった博多で、芸者の高橋三夫と恋愛関係になり、聖子のイボ妹と、陽子とイボ弟、キダが生まれる。母、風刺は、 ダザイおの三鷹時代に深く信仰する。ダザイの推薦や遺作となったグッドバイなどのモデルとなった。若い自分から体を壊し、腎臓結核や脊椎カリエスにも罹患し、耳が不自由となる。水薦の文中にある雨の音も風の音も私には何にも聞こえませぬサイレントの映画のようで恐ろしいくらい寂しい夕暮れです。は、富子が ダザイサムに宛てた手紙の一部がそのまま使われている。また、グッドバイではトミコをモデルとした、担ぎ屋が登場している。聖子もメリークリスマスの中でモデルとなっている。ありがとうございます。